それでは高速風流変換の話をしたいと思います。とテキストでとセクション 6.2 です。で、高速風流変換は英語で言うとファーストフーリエトランスフォームとトランスフォーメーションかトランスフォーメーションと呼ばれておりまして、で頭文字を取って FFT というふうに略称されますので、まあ、以後はここの授業でも FFT と呼ぶことにします。でまずこの FFT を行うにあたってはこの1の原子 N 乗根がですね非常に大きな役割を果たしますので、まあ、その定義から復習してその性質や使い方をちょっと一通り見ていきたいと思います。でまず1の原子 N 乗根の定義は、まあ、皆さんの多くの人たちはもうすでにご存知かと思いますけれども、一応収録もしている都合上復習しておきますと、K を対としまして、でまあ、K の弦オメガが1の原子 N 乗根であるとは、オメガの N 乗が1に等しくかつその、まあ、N 未満のですね正の K の値に対してオメガの N 乗は1に等しくないと、だから、まあ、オメガを N 乗したときに初めて1になるような K の弦を1の原子 N 乗根というふうに呼びます。でちなみにこの K がですね複素数体でして、それから N が正の値のときに、まあ、1の原子 N 乗根というのは皆さんもよくご存知かと思いますけれども、エクスポーネンシャルの 2πi オーバー N ですね、まあ、こういう値になるわけです。それからと、1の N 乗根はですねこの原子 N 乗根の、まあ、べき乗の値ですので、まあ、例えばオメガ N の形状というものですと、これが2πki オーバー N の、まあ、エクスポーネンシャルの値ということになります。で次にこの1の N 乗根の性質に関して、まあ、この高速比例変換で用いられる性質をいくつか述べておきます。まず最初に N が比譜であと K が比譜の時に1の DN 乗根の DK 乗が、まあ、1の N 乗根の形状に等しくなるという性質があります。これは例えば M が偶数の時にD を2分の N とし M として、それから N を2として、で例えば K を1とした場合にはその1の原子 M 乗根の2分の M 乗っていうのがちょうどマイナス1になると、だから M 乗をすれば1になるんですけれども、その2分の M 乗ですとちょうどその半分のべきですので、そうすると何でしょう、複素平面上ではちょうどマイナス1 の, ところに来るわけですね。まあ、そういう説があります。で次に、N が、正ですね、正の N が正の偶数の場合には、1の N 乗根 の, 2乗の値というのは、1の、2分の N 乗根に等しくなるという性質もあります。で、1の N 乗根が N 個であるのに対してその1の2分の N 乗根はちょうど2分の N 個になるということも分かります。で、あと3つ目がですね相和補題と呼ばれるもので、でこれは N を正の整数として、それから K を整数とするときに、この1の原子 N 乗根のその KJ 乗の和というのをこう計算していきますと、この K が N で N の倍数でないときにはこの和は0になると。で一方で K が N の倍数、あ、ごめんなさい、N が K の倍数です、すみません、N が K の倍数でないときにはこの和は0になると。で一方で、N が K の倍数のときにはこの和は N になるという性質もあります。で次に、離散風流変換の一応定義を紹介します。でこれは英語ですとディスクリートフーリエトランスフォームと呼ばれますので、頭文字を取って DFT というふうに呼ばれます。で今AX というのが複素数から複素数への、写像であるときに、このオメガ N1 の原子 N 乗根オメガ N に関する F の離散風流変換は、このとはですね、ここにありますように、A、この A 関数 A にですね、この1と1からオメガ N、そして、オメガ N の N マイナス1乗を、この N 個ですね、N 個の値をこの代入した値を求めること、これを離散風流変換と呼びます。
で、この高速フーリエ変換はですね、これから次のスライドから述べますけれども、この離散フーリエ変換を効率的に行う手法です。の一つです。で、ここからはその FFT の話をしたいと思います。ここでは N を2の形状、すなわち2のべきとしまして、で、AX というのを、N-1 次の多項式、すなわち2べき、次数が2のべき -1 のですね、多項式とします。このように係数は A の N-1、X の N-1 以上から、まあ、A0 までの和というふうに表します。で、ここでのポイントはですね、その、前回の唐津波のアルゴリズムでは、与えられた多項式を、高次の項と、それから低次の項に、こう2つに分けていましたけれども、FFT の場合はこれとちょっと異なりまして、こう見ていて分かるように、奇数次の項の集まりと、それから偶数次の項の集まりに分けます。ここが一つのポイントです。で、そこで、今述べましたように、その BX をこの AX の偶数次の項のからなる多項式、それから CX をこの AX の奇数次の項からなる多項式というふうに置きますと、この AX というのが B のこの変数に X2 乗を代入したものと、それから C の変数に X2 乗を代入したもののかける X 倍というふうに表すことができます。で、この表現のもとで、この離散フーリエ変換の計算するために、この1の原子 N 乗根オメガ N の形状というのを代入することを考えましょう。で、FFT では、この計算をですね、再帰的にこうより定時の多項式に帰着させて行います。すなわち、ここではですね、まず先ほど定義しました BX ですね、この偶数次の項に、1の原子2分の N 乗根の形状を代入すると。で、それから CX もですね、同じように、1の原子2分の N 乗根の形状を代入すると。で、あとここにはですね、もともとは X 倍するってありましたので、X 倍の X にはこの、1の原子 N 乗根の形状を代入するという形で、で、次のステップではこの、BX にこの原子根を代入した部分と CX に原子根を代入した部分をそのまず再帰的により小さな次数のもとで計算するわけです。で、それからもう一つのポイントはですね、この直接的な計算ですね、このオメガ N の形状を代入した直接的な計算はそのこの原子根のがですね、複素平面上の上半平面の点だけに対して行います。で、下半分の平面はどういうふうにするかっていうと、実は下半分の平面の結果というのは、上半分の平面の結果の複素協約が現れますので、そうすると、上半分の結果ですね、この B とかですね、それから C にそれぞれこの原子根を代入した値を使って、でそれの、まあ、複素協約を使うと。だから上の部分ですと、ここにプラスの符号がついてますけど、ここをマイナスの符号にして引き算をするということで、ここでですね、まず計算の手間を半分に減らしています。まあ、これが高速フーリエ変換の基本的なアイデアなんですけれども、まあ、これに基づいてそのまずアルゴリズムを出します。で、一応ここでアルゴリズムはその FFT という名前にしておきました。で、入力は3つありまして、まず、この E ですね、E が自然数で、まあ、2の E 乗という形になっております。それから、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、でっかい、これは実際にはその、N がその次数、多項式の次数でして、で、まあ、E がその2のべきなわけですね、2の指数を入れてということになっています。で、オメガ N は1の原子 N 乗根、これを代入して、それから AX として N-1 の多項式を入力します。で、これに対して出力は、その AX のそのオメガ N に関するこの DFT を返すということで計算を行います。
で、以上がその次がですね、これ以下のアルゴリズムの流れになりますけれども、まず最初にのステップではもし、まあ、E が0の場合ですね、 E が0っていうのはすなわち、まあ、入力された多項式が、1位の多項式ですね、この時にはあの A をそのまま返すと。でそれから、そうでない場合には2ステップ2以降の処理を行いますけれども、ステップ2では BX として、AX の偶数字の項を集めてきます。で3番目のステップでは CX として AX の奇数字の項を集めてきます。でステップ4では、この偶数字の項ですねの BX に対してその、1の原子2分の N 乗根によるこの DFT を計算すを FFT で計算すると。それからステップ5では今度はその奇数字の項 CX に対してその1の原子2分の N 乗根による DFT をこの FFT を再起呼び出しして計算するということにします。で6番目のステップではまず U に1を代入して次の計算を行います。で7番目のステップではその、まあ、i が0から2分の n マイナス1に対してその、ですね、このそれぞれの値を代入して計算していくんですけれどもと、まあ、a の部分ではこれ上上半平面 の関数値の値を計算しまして、で、b の部分ではこれ上の a の部分 その複素協約という形で半平面の関数値を計算するということになります。で最後にこの8番目のステップで、まあ、計算された値を返すということになります。